三国志朗読神道の巻より微動ですね。この章では早々毒殺の件が発覚してしまいますね。その下りですね。微動1、冬を越えて南氏の梅花のほころぶを見るとともに、当家の人々も眉を開いた。近頃主人の登場はすっかり体も奔腹して、時折広角の春間だ浅い庭に所要する姿などを見かけるようになったからである。狩りが来る、狩りが帰る、ツバメが来る、春は歩いているのだ。やがて吉平からも何かいい知らせがあろう。彼の皮膚には艶が出てきた。眉に希望が現れている。一服の毒を持って早々の一命を。正月15日の夜、吉平のささやいた言葉が絶えず耳の底にある。その実現その実現こそ彼の生い立ちにも一脈の熱と若さを覚えさせてくる待望のものだった。天地の陽気はまさに大きく動きつつあることを彼は特に感じる。今宵も彼は食後一人公園へ出て、蕎麦の上の宵月を満たしていた。クンクンたる微風が梅樹の林を忍んでくる。彼の歩みはふと止まった。一辺の死となるような典型に出会ったからである。男と女だった。二人は恋を語っている。暗光を添え、二つの影もその中のものだし、登場の影と明暗のうちに佇んでいるので、彼らは少しも気がつかないらしい。一服の枝、登場は口の内でつぶやきながら恍惚と遠くから見守っていた。みずみずしい春月が男女の影に薄絹をかけていた。男は後ろ向きにはにかんでいるのか、うつむいて爪をかんでいる。背中合わせに女はそこらの梅を見ていた。そのうちに女から振り向いて何か男に言いかけたが、男はいよいよ肩をすぼめ、かすかに顔を横に振った。おいや。女は思い切ったようにひらっと寄って覗き込んだ。その刹那、老人の体の中にあった若い血は途端に角度となって、不義者めと突如大声が登場の口を割って出た。男女はびっくりして飛び跳ねた。もちろん登場の頭にはもうそれを死と見ていることなど許されない。女性は広角に住んでいる彼の秘書であり、男は彼の病室に仕えていた慶道寺と呼ぶ小さいぬぼくだった。このこせがれめ、ふふらち者めが、登場は逃げる慶道の襟髪をつかんで、さらに大声で彼方へ怒鳴った。誰ぞ杖を持ってこい、杖と縄を。その声に家臣たちが駆けつけてくると、登場は身を震わして杖で撃てと言いつけた。秘書は100撃たれ、軽道は100以上叩かれた。それでもなお飽き足らないように登場は軽道寺を木の幹に縛らせた。そして秘書の身も広角の一室に監禁させた。疲れたから今夜は眠る、と二人の処分を明日にして自分の室へ隠れてしまった。ところがその夜中、軽道は縄を噛み切って逃げてしまった。高い石塀を踊り越えると、どこか当てでもあるように深夜の闇を飛びがごとくかけていた。見てやがれ、老いぼれめ。
微動に似合わない不敵な眼を主人の屋敷へ振り向けていった。もとより幼少の時、金で買われてきた奴隷に過ぎないから、主従の義も薄いに違いないが、生まれつき容姿端麗な微動だったから、登場も身近く置いて可愛がり、家人も皆身をかけていたものだった。にもかかわらず、慶道は恨むことだけを恨んだ。その奴隷根性の一念から恐るべき仕返しを心に企んで、彼はやがて盲目的に早々のところへ密書に駆け込んでいた。ちょっと給水します。続きを読みます。2、時ならぬ深夜、娼婦の門をたたいて、天下の大変を訴えに出ました。と、上昇を殺そうとしている謀反人があります。と駆け込んできた一微動に、役人たちは寝耳に水の驚きを受けた。いや、もっと驚いたのは、慶道の口から登場一味の企てを直接聞き取った早々自身であった。どうしてそなたはそんな主人の大事をつぶさに知っておるのか、そっちも一味の端くれだろうが。とわざと脅しをかけてみると、慶道は慌てて顔を横に振って、滅相もないことをおっしゃいませ。私は何も存じませんが、正月15日の夜、いつも来る天医の吉平と主人が妙に湿っぽく話し込んでいたり、外嘆して泣いたりしていますので、次の間の水調の陰で盗み聞きしていましたところ、今申し上げたように、上層様に毒を持って、たじずきっと殺してみせると約束しているではございませんか。恐ろしさのあまり身が震え、それからというもの、私は主人の顔を仰ぐのもなんだか怖くなっておりました。曹操は動じない面目を保とうとしていたが、明らかに内心は静かとも見えなかった。開花の家臣に向かって、ことの明白となるまで、その動木は府内のどこかへかくまっておけ。なお、この事件については一切、口外はまかりならんぞ、と言い渡し、また慶道に対しては他日、事実が明らかになったならば、そなたにも恩賞を使わすであろう、と言って退けた。次の日、また次の日、娼婦の奥には不気味な平常のままが続いていた。と思うと、あれから四五日目の明け方のことだった。にわかに一気の使いがかけて、天医吉平の役領を訪ね、昨夜から上昇がまたいつもの持病の豆腐を起こされ、今朝もまだしきりと苦しみを訴えておられまする。僧侶、お気の毒でござるが、すぐご来診願いたい。との言葉であった。吉平は心の内で締めたと思ったが、触らぬ顔、手で、すぐお後より、と先に使いを返しておき、さて密かに、かねて容易の毒を薬籠の底に潜め、友の者一名を召し連れ、炉に乗って関係赴いた。曹操は大賀して、彼の来るのを待ちかねていた。自分の顔を拳で叩きながら、吉平の顔を見るなり、たまらないように叫んだ。大医大医、早くいつもの薬を合わせてこの痛みを除いてくれ。母、またいつもの ご持病ですな。お脈にも変わりはない。次の前下がると、彼はやがて器に熱い煎薬を捧げてきて、早々の横たわっている病床の下にひざまずいた。上昇、お飲みください。薬か。片肘をついて早々半身をもたげた。そして薬碗から昇り湯気を覗きながら、いつもと違うようだな、匂いが、とつぶやいた。吉平はぎょっとしたが、両手で捧げている薬碗に震えも見せず、和やかな
目標を仰向けて答えた。上昇の病根を治し立て祭ろうと心がけて、新たに微酸の薬草を取り寄せ一味を加えましたから、その新薬の香りでございましょう。新薬？嘘を言え、毒薬だろう。え？飲め。まずそなたから飲んでみせい。飲めまい。なんだその顔色は。ガバと達也いな。早々足を上げて、先薬の腕とともに吉平の顎を蹴飛ばした。このやぶ医者を召し取れ。ついで彼の怒号がとどろいた。おう、とばかり一段の総長は声とともに飛び込んできて、吉平を高手小手にくくり上げてしまった。3。吉平の縄尻を取って娼婦の庭に引き出した武士極卒たちは、さあ、抜かせ。誰に頼まれて上昇に毒を差し上げたか？と打ち叩いたり、木の枝に逆しまに吊るし上げたりして拷問したが、知らん、無駄なことを聞くな。とばかりで、吉平は悲鳴一つ上げなかった。曹操は自信を見せにやって、容易に口をあくまい、こっち引っ張ってこい、と命じた。超組閣の一面に座を設け、やがて開花に引き添えられた吉平を曹操は、くわっと眠つけていった。おいぼれ、顔を上げろ。医者の身として世に毒を盛るなど、ただごとの企みではあるまい。何時をそそのかした背後のものを残らず申せ。さすれば、そっちの一命だけは助けて取らそう。ははは。何時何を笑うか。おかしいゆえに笑うのみじゃ、恩身を殺さんと念じる者、一人この吉平やわずかな数の人間と思うか。衆生を犯し立てまつる憎き逆賊。その肉を、くらばんと欲するものは天下にあふれるほどある。いちいちそんな大勢の名が挙げられようか。口はばったいヘボ医者め、何としても申さぬな。きっと言わんな。生きなき問答。まだ拷問が足らんと見える。もっと痛い目を見たいか。こと現れたからには死ぬるばかりが望みじゃ。人思いに切りたまえ。いや、容易には殺さぬ。極卒ども、この老医の毛髪が皆抜け落ちるまで攻めつけろ。息の根の絶えぬほどに。勝ちを受けると極卒たちは、呵責をしない。あらゆる方法で吉平の肉親をいじめつけた。けれど吉平の様子は、その五体の皮肉こそ明けにまみれてはいたが、常の落ち着きと少しも変わる風はなかった。むしろ見ている人々の方が凄惨な気に包まれてしまった。そうそうあまり同行して、臣下の胸に自分を忌み厭う者の生じるのを恐れて、ここに下げて薬を飲ませておけ。毒薬でなくてもよろしいぞ。とつばするように言った。それから連日、呵責は彼に加えられたが、吉平は一口も開かなかった。ただ次第に、干し魚のように肉体が枯れてゆくのが目に見えてくるだけである。手を変えよう。曹操は一計を案じて、近頃美容であったが、回遊したと思って触れさせた。そして、荘園の画銭を、知己に配った。その一遊、娼婦の宴には、きびすをついでくる客のシャバが迎えられた。娼婦の軍心も倍積し、帯同の乱や炎の久しには、加藤のきらめきと眼の明かりが駆け連ねられた。今宵の曹操はひどく機嫌よく自身、主観を歩いて賓客をもてなし、などしている風なので、客も皆心を許し、娼婦直属の学士がそうする勇壮な音楽などに陶酔して、宮中の古楽も良いが、さすがに娼婦の学士の婦は親身があるし、愛嬌もありませんな。なんだか心が広くなって、酒を飲むにも大杯でいただきたくなる。婦は、
娼婦の隠しの手になったものでしょうが、今の詩は上昇が作られたものだそうです。ほう、上昇は歌もお作りになられますか？上んなことをおっしゃるものではない。そう、上昇の詩はつとに有名なものですよ。上昇はあれでなかなかな詩人なんです。そんな雑話などもにぎわって、春吟行、宴の空気も今が竹縄と見えた折節、主人早々はつと立って、我々武骨者の武学ばかりでも興がありますまいから、各位のご一生までにちょっと変わったものをご覧に入れる、どうか酒をお覚ましにならぬようにと断りつきの挨拶をして、傍らの自身へ何か小声で言いつけた。ちょっと給水します。続きを読みます。4、何か余興でもあるのかと、来賓は早々の挨拶に拍手を送り、いよいよ興じ合って待っていた。ところがそこへ現れたのは10名の獄卒と荒縄でくくられた1名の罪人だった。円楽の胴は一瞬に墓場の穴みたいになった。早々は声高らかに、諸教はこの哀れな人間をご承知であろう。遺憾たる身でありながら悪人どもと結んで不定な企みをしたため、自業自得とも言おうか、世の手にとらわれてこのような醜態をおのののご主教に備えられる羽目となりおったものである。天網開会、なんと孤尺な、そして滑稽なる動物ではないか。もう誰も拍手もしなかった。いや、しわぶき一つするものさえない。一人なお予測を保っている吉平は、毅然として天地に恥じざるの表を上げ、早々睨んでいった。情けを知らぬは大将の徳ではあるまい。相続、なぜ私を早く殺さぬか。人は決して わしの死を何時に咎めはしまい。けれど人は何時に格のごとく、無情なることを見せれば、無言のうちに何時から心が離れてゆくぞ。少子なやつ、そのような末路を身で示しながら、誰がそんな口さかしい言葉に耳を貸そうか。獄の石窟が辛くて早く死にたければ、一味徒党の名を白状するがよい。そうだ、おのおの吉平の白状を聞きたまえ。彼は直ちに獄吏に命じて、そこで拷問を開き始めた。肉を破る鞭の音、骨を打つ棒の響き、吉平の体は見る間に塩辛のように赤くクタクタになった。万座、酒を覚まさぬ顔は一つとしてなかった。分けてもガクガクと震えおののいていたのは、王子服、御子蘭、中秋、御席の4人だった。曹操は獄吏へ向かって、何、気を失ったと、表に水を注ぎかけて、もっと打て、もっと打て、と励ました。満水をかぶると吉平はまた息を吹き返した。同時に、そのすごい顔を振りながら、ああ、わしはたった一つ誤った。何時に向かって、情を説くなど、気に魚を求めるよりも愚かなことだった。何時の悪は大もう。に越え、何時の寛寧なことは到達異常だ。今に見よ、天下ことごとく何時を殺してその肉を食らわんと願うであろう。言うてよいことは言わず、言えば言うほど苦しむことをまだほざくか。早々は靴を上げて彼の横顔を蹴った。吉平は大きなうめき声を出して耐えった。殺すな、水を飲ませろ。主演の客は皆こそこそと堂の四方から逃げ出していた。王子服たちの4人も隙間を見てパッと扉のそばから逃げかけたが、ああ君たち4人はしばらく待ちたまえ、と早々の指が鋭く刺して、その目は人の配布を刺した。王子服たちの後ろにはすでに大勢の武士が柿をつぐっていた。
曹操は冷ややかに笑いながら4人の前へ近づいてきた。おのおのにはそう急ぐにも当たるまい。これから席を変えてごく少人数で野宴を催そう。おい、特別の賓客をあちらの高殿へご案内しろ。はっ、歩け。一帯の兵は4人の前後を矛や槍でうずめたまま一角の口へ流れ込んだ。ご知らんの足も王子服の足も明らかに震えていた。4人の魂はもうどこかへ飛んでしまっている。5。やがて後から曹操が大股に歩いて入ってきた。胸に覚えのあることなので王子服ら4人は彼の目を制止できなかった。君たちはこの曹操を殺したがっておるそうだな。東条の屋敷に集まってだいぶ相談したそうじゃないか。激怒になると曹操は白面の一書生だった頃の地金が出てくる。また彼はその洛陽時代には旧門の経理をしていたので罪人に対する手心は巧みでことのほか俊烈だった。 いいえ上将、何かお間違いではありませんか。王子服が空とぼけて顔を振りかけるとその方を嫌というほど平手で殴って、人をバカにするな、そんな子役に言えするような答えに甘んじる曹操ではない。お怒りを鎮めてください。東条の家に集まったのは全く平常の交わりにすぎません。平常の交わりに結所の遺体などを拝み合うのか。何事を仰せられるのかとんと思い当たりがございませんが。ふふん。曹操は鼻先でしらじらと笑いながら高殿の入り口を振り向いて怒鳴った。兵士、軽道をそれに連れてきておるか。引き連れてきました。よし、ここへ突き出せ。はっ。万平が手を挙げると開花にどよめいている兵たちが美少年軽道を引っ張ってきて4人の前に突き倒した。曹操は指さして、この者を存じておるかと言った。王子服も御知覧もあっと色を失った。中秋は驚きのあまり飛び上がって、軽道、軽道ではないか、貴様は一体何だってこんなところへ出てきたのだ。軽道はそれに対して小賢しい口をちょうちょうと動かした。何しに来ていたって大きなお世話でしょう。それよりもお前さんたちはもう観念したらどうです。いけませんよ、そんな空とぼけた顔をしていたって。この小せがれめ、何を申すか、身に覚えもないことを。覚えがなければもう落ち着いていたらどうです。お前さんたち4人に馬頭玄徳も加わって一味6人が議場に連番したのはあれはいつでしたっけ。うぬ。中秋が飛びかかろうとすると曹操は横合いからそのすねを蹴飛ばした。不定官め、世の面前で世の生き証人を何とする気だ。何じらことごとく善否を食い、ここにおいてありていにすべてを自白すればよし。さもなくば難儀は一門三族にまで及ぶがどうだ。泥を吐け、素直に一切をここに述べて世の憐れみを超え。すると指名等しく毅然と胸を並べて答えた。知らん、存ぜぬ、覚えはない、いかようにもなしたまえ。曹操はずいと身を退いて四つの顔を一様に見据えていたが、よし、もう問わん。ひらりと閣外へ身を移し、兵の間を割って彼方へ立ち去ってしまった。もちろん高殿の口はすぐ厳重に閉ざされ、鉄装の柿を持ってぐるりと昼夜囲まれていた。次の日、曹操は専用の騎兵を従え、シャの行走を物々しく公然と国旧東条の館を訪問した。微動でした。